大鉱山神社本殿大河原町は、宮城県南部の柴田郡に属する町である。仙南県の中央部に位置しており、人口こそ隣接する白石市や柴田町に及ばないものの、行政機関や商業、工業が集約されていることから県内では、石巻市や気仙沼市と並ぶ、主要都市と位置づけられており、仙南県の事実上の中心都市である。 町の中心部を白石川が流れる。冬季の早朝に見る白石川は美しい。また、白石川には毎年、多くの渡り鳥が飛来する。白石川の両岸には、隣の柴田郡柴田町にかけて、約8キロメートル、約1200本の桜並木が続いており、一目千本桜として町民に親しまれている。桜の季節には、 すぐ横を走る JR 東北本線の列車も、この区間は助行運転を行う。この一目千本桜は、宮城県では、柴田町の船岡城市公園とともに日本桜名所百選の地に選ばれ、桜の季節は、毎年多くの観光客が訪れる。また、夏は、町内中に、ラベンダーが咲き揃う。観光以外の面として、 広域行政機関が所在する線南行政の中心地となっている。大河原町は地理的に柴田郡柴田町、白石市、角田市、柴田郡村田町からの人や車の流れが交わる位置にあり、宮城県南部の交通の要衝となっている。このため、町内の国道4号バイパス沿いには、中小の店舗が林立し、宮城県南部随一の集客力を持つ。 商業地区となっている。一方で、かつての中心街であった駅前や本町、中町の商店街はさびれ、仙台方面を志向する人々へのベッドタウン化が進んでいる。駅前には行政主導で作られた複合商業施設があるが、テナントが未定の部分がある。8月中旬頃に行われる小川原夏祭りの花火大会は、仙南地域では一番歴史が古い。 半世時代には、欧州街道沿いの大河原村には、大河原塾が設置され、宿場町を形成していた。伊達正宗に従った、大河原村出身の鉄砲組屋しがるが、仙台城下町の東八番町に居住したため、東八番町は、大河原町との別称でも呼ばれた。百八十九年四月一日、町村正志向に伴い、大河原村、小山田村、 大谷村、福田村の軽四家村が合併して、大河原町が発足した。1917年から1923年にかけて白石川の治水工事が行われ、流路の蛇行の解消や築堤が行われた。工事が完了する半年前に、大河原出身で、当時、東京正規新聞の社長だった高山海次郎が染メ吉の千本余りを町に寄贈した。 寄贈された桜は治水工事で作られた堤防に植樹され、住人の有志や柴田農林学校の生徒によって保護、育成された。これが現在、白石川を彩り、一目千本桜と呼ばれる桜並木の起源である。1956年9月30日、金ヶ瀬村と合併し、新生の大河原町が発足した。2000年代に入ると、 日本各地で市町村合併の動きが多く見られるようになる。大河原町も2002年12月25日に柴田町、村田町と共に合併協議会を設置し合併に向かって協議を進めた。しかし結果として協議は決裂し2004年度末をもって合併協議会は廃止された。協議決裂の原因は新氏名が 柴田市に決まったことに加え、合併後の市役所仮庁舎も柴田町役場に決まったことで、大河原町民に合併協議への不信感が生まれたことが要因とされる。大きな川を有する原という意味ではない。多くの川が合流する原という意味である。すなわち、青河原から大河原へと変化した。その地に、大河原塾が設置され、人、物の交流の場となり、今日の 大河原の基礎が作られた。国の機関大河原労働基準監督署構成、労働省財務省農林水産省、防衛省法務省裁判所県の機関宮城県、大河原合同庁社長の、機関広域行政警察消防大河原消防署、特殊法人高等学校中学校、小学校大河原駅下長3000の工場があり、工場所在地が従来本社となっていたが、現在は、 仙台市青葉区の広瀬通り大町本店に本社を移している。一目千本桜という名称で日本酒、味噌、醤油などが販売されている。和豚餅豚という名の,のブランド豚が飼育されている。注釈出店。ありがとうございます。